こんにちは、たけチャンネルです。今回はですね、こちらアシェットの週刊グレトンマジンガーを作る、こちらの15号が届きましたので、こちらの作業をやっていこうと思います。はい、でまあ、今回もね、引き続き足の、脚部の組み立ての続きをやっていくという形になりますので、よろしければ最後までご覧ください。というわけでやっていきましょう。はい、では、15号の作業をやっていきましょう。15号はすね右の組み立てということで、まあ、すねのパーツですねを、前回の足首に取り付けていくっていう感じになります。まあ、左でやったのとほとんど同じ内容になるんですけれども、やっていきましょう。ちょっとこれ邪魔だな、邪魔なんで避けてあげて、よいしょ。で、足首にこのすねのパーツをセットして、でまたこの六角ビスで固定していきます。でまあ、こっちに関してはね、相手が金属なので問題、普通に締めていってあげたらいいんですけど、この後のね作業では、プラ相手に金属用のネジを締めていくっていう作業をしないといけなくなってくるんで、そっちの方はかなり注意してやっていく必要がありますね。あはー、もう落ちた。もうなんかめっちゃ作業しにくいな。前どうやってやったっけな。まあとりあえず一本先締めちゃおうか。締めて。作業しにくい。なんか今日調子悪いな。なんか今日調子悪いぞ。前回の時はもっとスムーズにね、サクサクできたはずなんだけどな。なんだろうな。なんでもう全然ネジが綺麗にうまく入ってこない。なんかたまにありません？手が不器用な日。今日がまさにそんな日ですね。なんかすごくさっきから不器用だな、手が。いつももうちょっと器用なはずなんだけどな。またんや、もう。まあ。よいしょ。はい、これで4本締めましたね。まあこんぐらいのトルクで十分かな。よいしょ。はい、締めたんで
次に足首をちょっとだけ動かしてこれをかぶせてあげる。今日かぶせてあげて、でここもビスで固定していきます。でここは相手がプラなので、ここはね締めていく相手がプラなので、ちょっとでも締めすぎるともうネジ穴がバカになってしまうんで、ギュッと締める程度で止めておきます。こうねじ込んでいって、はい、舐めた。これはな、舐めるてやもんな。どうやってんねや。しっかり入ってないんか。舐めてるな、多分。なんでこれこんな設計にしたんやろうな。うん、ネジ舐めてるな。なんでネジ穴に瞬着を入れてあげて、ネジ穴の中に瞬着入れてあげて、でネジを入れてあげると、こう下げるとね、そのバカになったネジ穴とネジの間に瞬着が入り込んで、ネジ山を作ってくれるんで多少止まるようになります。こんな感じでね、してあげます。はい、ほんまにね、これはあかんよ。あと上側もね、これを取り付ける。こっちは相手がネジ、金属なので普通に締めていきましょう。よいしょ。はい、OK、こんな感じ。こんな感じでこことここのパーツを組み付けてあげたら、これで今回の作業は終了になります。で次の、116号、16号ですね、次の16号では、膝関節左の組み立てっていうことなので、この上ですね、膝の部分の組み立てをやっていくって形になりますんで、また続きが見たいと思っていただける方は下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録よろしくお願いいたします。というわけで、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。